腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！おお、開いてる開いてる。邪魔者は木っ端みじん。さあ、行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらはシンラカンパニー機体策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。番外ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るまで作戦だ。
トントン。これソルジャーならわかるよね。回復マテリア当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。それからこっちは神技くんの度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。応援はまだなのか。担架はダメだ、向
向も混乱している。せかし続けろ。担架を早く。もう瓦礫は落ちてこないから。負傷者1名、自力での歩行困難。担架を頼む。あまり待てない。病院に連れて行きます。もう少し頑張って。に連れて行くから、もう少し頑張って。7番街からの応援がそろそろ来るはずだ。そうすれば。ああ、頼む。駅は無事か。なんで。まさか、どうして。
えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。そこの路地を戻れば駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよね。絶対に戻るべきよ。駅に行きたいの？そこの路地を抜け…簡単に言うなよ。高速道路も爆破されたの？こっちは無理だな。なんだよ、こんなの無理。駅で家族が…裏通りから行きゃよかった。恨むぞ。犯人は俺たちは助かる。信じるんだ。速やかに高速道路から離れてください。また魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。避難は危険です。予想以上。高速道路およびその高架下からの監視命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。もう終わりだ。また
ひどいな。せめてこの子たちだけでも先に。全員一緒に逃げるんだ。お父さんとお母さんも一緒じゃないとダメ。みんな一緒なの。これ元に戻る。裏通りから駅に行くんなら、まずは階段降りて噴水広場を目指しな。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。裏通りから駅に行くんなら、まずは階段降りて噴水広場を目指しな。